どうも、スタディーコーチの豆野です。石田です。今回はですね、石田さんに受験期やらなければよかった勉強方法をお話しいただこうと思います。反面教師ということで今回ね、語っていただくので、大変役に立つ動画になるかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、最高。はい、ではですね、まあ、早速5選のうちの1個目から聞いていこうかなと思うんですけど、はい、これは石田さんが実際に受験期やっていた経験のある勉強法ですよね。はい、うん、まず1個目いかがですか？1個目、書きまくって暗記です。よく言われると思うんですけど、はい、暗記するときに書くといいよとか、うん、青ペンで書くとかね、10回書くとか、時間がもったいないんですよ。それで、一発で覚えられるって人はいいんですけど、言われたからやってるみたいな人は変えた方がいいと思います。当時は全部書いてたんですか、暗記するときに。一時期ちょっとノートに単語何回も書くとかやってみたことあったんですけど、うん、すぐやめました。まあそうですよね。途方もないですよね、だってね、やるのに。本当に受験期時間もったいないので、うん、私はただの数学の記述とかでさえもちょっと省略しながら書いてたぐらい、うん、書くことは削減してました。うん、数学は計算とか大事ですけど、うんうんうん、まあ、無駄になんとかよりみたいなことは省いたっていいってことですよね、はい、単語とかで言えば見て覚えられる単語あったら見て覚える方が絶対いいんですよね、うんうん、何回見ても覚えられない単語が5個10個とあると思うんで、その5個10個だけ書いてあげればいいと思ってて、でその時もなんか10回書くとかってやると1234ってこう数えながらねやることに集中しちゃったりすると思うんで、どうしてもできないやつだけ何回も書いて覚えたらやめるっていうぐらいだったらいいのかもしれないですけど、あんまね書いて覚えることに集中しすぎると時間がもったいないですよということで、はい、はい、ありがとうございます。スタディーコーチ公式 LINE 登録者限定で Kindle で有料販売をしているスタディーコーチ東大勉強大全を無料でプレゼントしています。東大生コーチ100名から聞いたおすすめの勉強法、また参考書、また勉強の時間活用テクニックなどの情報を全て詰め込んでおります。私たちも自信があるガイドブックとなっておりますので、ぜひこの機会に LINE 登録でゲットしてみてください。ご登録は概要欄から。2点目いかがでしょうか？2個目当たり前なんですけど、うん、徹夜です。徹夜してたんですか？結構徹夜までは行ったことないんですけど、はい、朝寝坊しちゃったから夜勉強みたいなのやってたんですけど、はいはい、受験期って睡眠の管理が大変なんですよ、うん、ただでさえ家にこもるから眠れなくなったり、こう朝起きるのも大変だったり、できるだけ健康な状態に寄せていきたいので、受験期直前期とかは、うん、受験の時間に合わせて起きて寝るようにしてました、うんうん、結構なんかスタディーコーチの生徒でもいます、うん、いるいっぱいいます。大学上のことが終わんなかったから、ちょっと2時3時まで勉強してみたいな、うんうん、朝眠いですみたいなね、はい、よくないですよねこれ。夜は寝ましょう、うん、お母さんとか絶対注意してると思うんですよ。起きれなくないからもう勉強より寝なさいって言うと思うんですけど、うん、これも正しいです。はい、従ってください、お母さんに。ありがとうございます。はい、3つ目はいかがでしょうか？3つ目は調べない。これは復習するときです。主に模試で間違った問題とか解き直すときに自分の力でどうにかしようとする人いると思うんですけど、うん、はい、調べない、聞かない、どうにかできるところはもちろん自分で効率よくやっていけばいいと思うんですけど、うん、どうしてもわからないことって出てくると思うんですね、うん、あと知識が曖昧なまま覚えちゃってることとか、はい、まず教科書に立ち返って、参考書に立ち返って、で分かんなかったら先生とかに聞いて、うん、っていう風にちゃんと正しい知識にインプットし直すっていうところ、うん、まず量をやる前にやってほしいなと思います。自分の中でこう解決することってやっぱ受験少ないですよね。ないと間違った知識って気づかないうちに定着してるものなので、なんでしょうね、なんか間違ってるものほどなんか勝手に覚えちゃうっていう。そう多分自分の中で勝手に理解しちゃってるからこそなんでしょうけど、一、うんうん、回考えた上で分かんないことは全部教えをこうっていうのがね、大事ですよね。大事です。9月11日新宿校、10月16日横浜校がオープンします。オンラインで東大生総形成と学習計画を立て、校舎で実習を行い、また校舎スタッフが毎日細かく学習管理をしていきますので、サボることができない最強の校舎となっております。無料体験も実施していますので、詳しくは概要欄をご確認ください。4つ目お願いします。4つ目は復習しないです。これはもう論外、ね、とはいえ私は結構復習嫌いだったのでサボっちゃってました。めっちゃわかります。もうテストの解き直ししなさいとか、模試の復習しなさいとか、うん、あの頃の私に言いたいです、うん、復習だけでもやれって、忘れたいんですよね、うん、もう終わったらいいじゃんみたいな。そうもうやっと終わったんだよみたいな、休まってくれよと思いますけどね、うん、はい、ただ新しい問題を2倍3倍解くよりも、うん、復習1回の方が効率がいいんじゃないかって思うぐらい、新しい問題次々やってもそれが定着しなかったら意味ないので、うん、やっぱり復習が一番大事だと。これね、勉強できる人本当にみんないますよね、うん、復習やった方がいい、復習やればよかったって全員本当に言うんで、うん、復習が全てだと思ってもね。
過言じゃないぐらい、復習ね、はい、めんどくさくてしたくない人も言ってくれた通り、復習だけでもやれということでね、ちょっとでも1個でも頑張りましょう。頑張りましょう、大事にしてください、うん、じゃあ最後5点目お願いします。5個目は参考書をたくさん買ったり使ったりすることです。あ、参考書ってね、うん、揃えたくなるんですよ。勉強してる感出るから、新しい参考書っていうのは俺頑張ってるねみたいな感じのね、うんうん、ありますよね。私は結構参考書少ないで有名だと思うんですけど、ですね、前ね、あの受験で使った参考書を伺った時に、そうそうそう、最初の方の時期にやるぞって言って、じゃあ参考書買ってこようみたいなことをやっちゃってたんですね、うん、全然1個も終わらないじゃんって気づいて、うん、なんでちゃんと厳選して口コミとかも調べてから買って、それを1冊2週ぐらい3週ぐらいちゃんとやるっていう風に切り替えました。結局ね、うんうん、1冊1冊ができてれば、うん、それだけでもある程度のところ合格できますよね、はい、吉田さんもあの以前のね参考書紹介で少なかったですし、実は僕もよく使った参考書を聞かれるんですけど、うんうん、数学は青チャート1冊しか使ってなくて、物理もエッセンスと過去問しかやってない、うんうん、科学も鎌田先生福間先生の10シリーズプラス10問しかやってないんで、あ、結局1冊を極めればね、うんうん、合格できますっていうのは言いたいなというふうに思います。結局一緒なんですよね、何買っても同じレベルだったら、うん、そうなんですよ、うん、大幅に違わなければね、何やっても一緒なんですよね、うんうんうん、何よりも問題集が違うんじゃないか、参考書が違うんじゃないかじゃなくて、自分のやり方とか向き合い方を見直してあげるってことですね、はい、さあ今回ね、1から5まで受験時代に実際これ石田さんがやったことで後悔していることですね、教えてもらいましたけれども、結構どれかは当てはまってる人多いんじゃないですか。絶対いると思います、ね、そうですよね、うん、いや僕はあの最後の参考書こそまあそうでしたけど、うんうん、それ以外の4つは本当に当てはまってるなっていうふうに思って、気持ちはわかるんですよ、これが面倒くさいからとか、これがやりたくないからっていうので、どうしても取っちゃいがちな選択だと思うので、石田さんの経験談を参考にして頑張りましょう、はい、避けてください。これからは今回やらなければよかった勉強法5選っていうのを石田さんに話していただきましたが、どうですか、なんか最後にまとめると、あれがダメこれがダメとは言うんですけど、うん、まあ、ダメなことをたくさん調べるよりは、うん、やってみて自分で学びを得ることも大事だと思うので、まずは取り組んでみるっていうのをやってほしいなと思います、はい、失敗しなんぼですから、うんうんうん、またやってみるようにしてください、はい、それではですね、今回の動画が良かったなと思った方は高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします、まあ、今後もこういった勉強に役立つこと、やってはいけないことでも発信していきますので、ぜひ今後ともご視聴よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。